お世話になっております。 WGSL でございます。今夜の動画は45インチで400ヨワード飛ばすバケモンゴリラ、フージュンプロの6番アイアンショットご覧いただきながら、耳からはね、はい、皆さんが楽しんでいただけるようなゴルフトークじゃないと思いますけど、はい、WGSL らしくゴルフに関係ないトークをしていきたいなと思いますので、ゴルフ以外の会話なんか興味ないわって方は離脱していただくか、はい、音を音声オフにして富士プロのスイングに注目していただければな。あんまりね、ああいうミスショットは注目していただかないように していただきながらね、最後までご視聴いただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、トークテーマが、はい、トークテーマ、皆さんも気になっているでしょう、あれですよ、多分ファンの皆さんやったらみんな気になるでしょう、あのゴルフに関係するあれですよ。関係するあれ、はい、気になる、めちゃくちゃ関係します。逆シナリオあるかないか、はい、モーニングルーティン、ゴルフの時になったら変わるっていう人ももしかしたらいるかもしれない。それはあれですか、ゴルフ、まあ、行くとラウンド行く時の朝のモーニングルーティン、普段のモーニングルーティン。なんでゴルフ行く時の朝やんですか、行かへんからそんな月1回やろ行って普段のモーニングルーティン、普段のモーニングルーティン、出社前のモーニングルーティン。なるほど、朝起きてから、はいはいはい、確かに面白いか、はい、何かあるですね、誰かある人から言いますか、モーニングルーティン、だから朝起きて何するか、はいはい、で普段の休日じゃなくて普段、はい、でいや、皆さん働いてるでしょ、はい、まあ、あのたまにアルバイトリーダー君がいるけど、はい、アルバイトリーダー君がアンチコメントしてくるけど、はい、アルバイトリーダー君は君はいいから君はいいから、はい、久しぶりに、あの普通に働いてるから、はい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 、だから会社行くまでの、家を出るまでの、出発するまで、出発するまでのルーティン、あほうほう、多分みんなあると思うんですよ、まあまあ、決まってると思うんですよ、確かにルーティン決まってますね。ということで、それを誰から行きますか、普通にやってることでいい、普通にやってること、なんだ演出するやってないことを言うのかっこいい、かっこいい、そんなことはないじゃあ僕からいいですか、あ、はい、こんな感じでいいのか分かんない、はい、まあアラームが鳴るじゃないですか、こと細かに言うのがアラームがありますか、ね、僕2回目で起きるんですよ、ああそういうことっすね、はい、なるほど、それもルーティンで、2回目になった時には座るんですよ僕、はい、で5分ぐらいこう何ていうんですか、今日一日のことを考えてで、おしっこ行くんですよ、はい、で、タバコ吸うんですよ、はい、で、歯磨くんですよ、で、ご飯食べないんですよ、お朝ご飯は、うーん、はい、で、着替えるんですよ、うん、会社行くんですだけなるんですよ、そんなそのと起きてから、はい、その一番最初のアラーム鳴ってから、はい、家出るまでは何分ぐらいの、あー、確かになるほど、それは40、50分ぐらいですかね、僕結構朝風呂入るんですよ、朝も入るんですよ、え今言ってへんかったよ、入ってなかった今言うの忘れてました、ルーティン忘れるえあんなに細かく言ってたの、はい、結構朝風呂なんですよ、朝シャンっていうんですか、朝シャン、はいはいはい、夜も入ってからのってことですね、あそうですね、夜も入って朝も入ってね、やっぱシャキッとするというか僕的には、へー、朝入ってますね、そうなんで、よし頑張ろうみたいな感じで元気よく出社してます、元気よく、おはようございます、おはようございます、はい、じゃあ次誰行きますか、おお、はい、おプロ2人なんかやったら積極的ですね、あ、撮ったら撮って一応映像を見てる方もいらっしゃると思います、じゃあ僕のモーニングルーティーン、はい、おはようございます、おはようございます、まあまあ僕もアラーム2回目でも起きます、そうなの2回目か3回目ぐらいなんです、でそっから僕はもう勝負なんですよ、朝は勝負、もう歯磨きしながら着替えてじゃあいかついそのままもう行きます追い込まれてます、ね、そうっす時間に追われちゃった、10分か5分ぐらいで出ます、え、早っ、はい、今のいいパジャマで出てる、いや、パジャマでなんか歯磨きしながら、歯磨きしながらもう着替えてで、そのまま出ます、歯ブラシしながら、歯磨きしながらどうやって上着替える、こう、加えながらこうやって
でまたちょっとシャーってやって、シャーってこうズボンこうやってシャーってやって、すごい。逆に効率悪くない？確かに。一個一個パッパッとやった方がいいですか？ああ、ほんますか？ずっとあの加えながらあの着替えてます、いつも。朝ごはん富士山食べないとじゃん。あ、そうですね。朝出てどっかで買ったりとか。あ、そういうことですね。なるほど。家出てから。そうそうそう。家帰っても家では食べない。へえ、すげえな。次、じゃあ僕ですか。いや、はい、いや、あ、じゃあ、ね、一番最大ですね。僕じゃあ次です。あ、もちろん、マスター。はい、僕はアラームは1回目で起きますね、僕は。おー、一発目でも、まあ、パッと、すごいわかります、はい、もうパッと起きて、はい、で最初僕ベッドメイクするんですよ、絶対、はい、ベッドメイク、ベッドメイク、なんかぐちゃぐちゃにしとくの絶対嫌なんで、でパッパッパッとベッド直して、はいはい、でそっからコーヒーパッとお湯沸かしてコーヒー飲んでタバコ吸って、はい、で髪のセットが僕時間かかるんで、あのね、タワシみたいな髪型で、タワシ、タワシ、体ワシ、体ワシみたいな、もうクソみたいな髪型してるんで、本当に。いや、僕の髪型本当あのスプレーでシュッシュとかじゃ治らないんですよ、もうびっちょびちょにしないと。なんで僕浴槽に頭突っ込んでシャワーでガーって頭流して、ヘッドライヤーかけてとか、ね、で髪セットして着替えて歯磨きして出発っていう感じですかね。朝ごはん僕も食べないけど、皆さん50分、40分の50分ぐらいですかね、僕も出るまで目覚めからっていう感じです。でも朝はアラーム一発で起きる。一発で起きます、そこは。はい、すごいパッともはいですね。貴重面差が見えたんだろうかな。いやいやいや、しっかりコーヒーを。次、ケンさん。はい、ケンさん。僕結構かかりますね。結構早起きなんですよ。で、まあ起きて、僕もアラーム2回目ぐらいで目覚めて、とりあえずお湯を沸かします。あの朝絶対半身浴するんで。で、お湯を張る。はい。お湯を張ってる間に。沸かすっていうから。でも僕あのコーヒーとかそうなんですよ。ケトルで沸かせる。ケイさんあんなちっちゃかったっけな。目玉の親父ぐらいのサイズが。そういうことですね。お湯を沸かして、え、まあ、お湯溜めてる間に一応牛乳ガブ飲み、タバコ、牛乳です、ガブ飲みです。これ朝一で、朝一です。お腹を下さないですか。あ、それは大丈夫です。ガチのこと言っていいですか。ええ、そうなん、これ YouTube がピーになるかもしれない。そうです。まあ、これは後々、はい、後々言います。これ聞いてください。はい、あ、もうこれはもうずっとやってます。おー、はい、ガブ飲み、ガブ飲みをして、タバコを吸って、はい、はい、まあ、お湯沸きました。半、はい、身浴に30分ですね、とりあえず。朝ですか。はい、すげー、めっちゃ時間かかる。まあ、汗ダーって流して、で、まあ一応上がってきて髪セットして、服着替えて、で、出る感じで、だいたい2時間ぐらいです。はい、2時間ぐらいです。え、それ、半身浴っていうのはあれですか、二日酔いやからとか。いやいやいや、全然そんな、あれじゃないんですけど、あの酒抜くため酒は飲まないで一応なんか、その、体臭、はい、僕結構匂いヘチなんで、はい、自分の匂いも嫌なんですよ。ここも、ここもなんかクライアントと、こう、血液型もですけど。いや、そうっすねだから、あー、そういうことですか。いや、あるっすよ、絶対あるっす、絶対あるっす。わかりました、ね、めちゃくちゃ今、あーと思いましたね。めっちゃ思った。あー、とりあえず、だから汗流して、その、はいはいはい、自分の嫌な匂いを流す。あ、さっぱりして。大丈夫です、はい、なるほど。もうケンさん、これ以上何言っても変更としか思わない。そうですよね、もうやめとった方がいいですね、まあ、僕の中でも改めて納得したところがいっぱい出てきたすごく今、あー、はい、じゃあ、ボス、そこどうするんですか、ガチルーティンですか。ガチでも全然、まあ、全然 OK ですか。はい、はい、僕のルーティン、朝でしょ。気になりますよ、髪のルーティン。髪はね、髪は、そうですね、確かに。まず、まず大体仮眠やから。あ、確かに。仮眠。睡眠じゃなくて仮眠。熟睡して熟睡眠モードじゃないですか。仮眠。仮眠。仮眠です。仮眠やから当然アラーム1回目で起きる。ああ、眠りは浅いです、ね。眠りは浅いっていうか、次の日のことをもうめっちゃ頭の中で考えながら寝るから。ああ、すごい。起きられへんっていう理由がわからへん。ああ。てかやることに追われてるから。ああ、はい。朝起きて、まあ、すぐ起きて、まず最初に。俺歯磨きに行くんじゃなくてうがいしに行く。で、うん、あ、で、そのうがいした直後にすぐトイレ行って、ほうほうほう、トイレ行って、その後に、水を
どれぐらいの量あるのあれ200ミリぐらいかな、まあ、で一杯大きい飲んで、でその後にまた同じ量ぐらいのトマトジュースを飲む。そうなんですね。そう、嫌いやで、全然好きじゃないで、トマトジュースとか、はい、体のために。へえ、初めて。でそれ飲んで、そっから着替える。着替える。で、そのまま家出る。タバコ吸わないですか？僕、タバコ吸わないです。起きてから僕、タバコ吸わない。だからあれですよ、僕、あの、なんていうんですか、ニコチン中毒じゃないですよ、別に。ああ、いや、確かに、てっきり、なんか、もう、勝って起き上がったら勝ちぐらいな。勝ちぐらいみたいな。ちゃうぐらい。あれ、僕それやるんだろ、僕加えながら寝ます。そうですね。寝てる起き上がってすごい。いやだってイメージ的にそうじゃないですか。起きて入れて。そう。あれだよ。吸ってる本数は多いけど、僕ニコチン中毒じゃないんですよ。確かに。出るまでそうなんですね。はい、出るまで僕いらないですよ。へえ。出た瞬間に火つけます。あ、なるほど。あそこで。へえ。意外だと、ちょっと投稿が入ってこないな。いや、だから僕あれなんですよ、そのトマトジュース入れ、何かを入れない限りタバコ吸わないですよ。あ、胃に何か、はい、すげえ。そんだけ吸ってるくせに体のこと気ぃ使ってどうすんのお前って感じやけど。いや、まあっていうのが、まあ、だいたい時間にしたら10分か15分ぐらいで家出てます。早いな。すごいな。早いっすね。まあけど、あれですね、ざっくり2種類ぐらいですか。何回目で起きるかっていうのと、朝時間かける方と、風神さんと奥田さんは結構ね、パパパッと、ポポポって。すげえ。そうそう、家にいたくないですよ、朝。もうさっさと仕事。さっさと行きたいです。わかります。え？あんまり分かられたくない。ちょっとジャンル違う気がするんですけど。なんか嫌やもん。分かりたくない、なんか。頑張って練習してください。ということでね、もう何がおもろいねんこの会話っていう。ていうかみんなに何の価値があんねんこの会話って感じなんですけど、まあ、あの映像のねスイングからはね、はい、価値がお届けできてると思うので、はい、またねこういったなんかトークテーマ決めるも大変なんでね、皆さんであれに喋っていただきたい、喋ってこれ聞きたいなっていうのとか聞いていただいたら、それをトークテーマとして皆さんにお届けしたいなと思いますので、はい、ぜひともコメントでバンバン書き込んでいただければなと思いますけど、アンチコメントとタメ口と入りきたやつは速攻ブロックなんで、はい、そこは絶対なんで、はい、ということでね、それ以外のファンの方はバンバン書き込んでいただければなと思います。ということで、はい、WGSL チャンネルはチャンネル登録者数を10万人目指して頑張っておりますので、はい、皆様お力添えのほどよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録と高評価ボタンの忘れずにお願いいたします。お願いします。お忙しい中最後までご視聴いただきありがとうございました。こんなしょうもない会話やのに最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。明日の動画も楽しみにお待ちいただければなと思います。それでは失礼いたします。チャオ、アドマーニー。アドマーニー。誰が聞きたいこれ。価値を。価値を。いや、そんなイメージない。イメージやろ。あの灰皿はここにある。でもあれっすよ。あれどうでしょう。タビとかで言ってるじゃないですか。僕朝起きた瞬間絶対水飲んでる。確かに吸ってないっすね。はい、あのうがいしに行ってから速攻僕水飲んでる。本当だ。言われてみれば。そうっすね。そうっすよ。いきなり価値はないっすよ。起きた。どうでしょうとかであれ行ってる時ってトマトジュースとかそういうのがないから水だけですけど、はい、何か入れてからっすよ。牛乳が。